皆さんこんにちは、チャンキーです。今日は半幅帯でも後ろにフリルが出せる帯結ばない帯結びのアレンジの仕方を自分なりに考えてみたので皆さんとシェアできたらなと思ってこの動画を作ってみました。手交尾を使ってフリルを出すやり方が一番メジャーだと思うんですけど、今回私が考えたのは半幅帯だけで下側にフリルが出せるやり方で、3m40 とか50ぐらいの割と短い半幅帯から4m以上の長尺まで大体どんな長さでもできるように考えてみたので、ぜひぜひ皆さんお手持ちの半幅帯を使ってチャレンジしてみていただけたらなと思います。それではスタート。3m以上の長尺の帯の方の巻き方の説明なんですけど、ここにクリップで留めてから2周巻いてください。で、またここでクリップで留めてから折り始めます。で、こっから折り始めるやり方は 3m50 とか短い帯の方と同じやり方です。引き続きご覧ください。 3m50 前後の短い帯の方はまずこの先っちょを背骨の中心に合わせて巻き始めるんですけども、その時ここも脇にクリップで留めておくととても巻きやすいです。ギュッと先を持って引き締めて一巻きだけします。で、またここで留めて、で、ここからひだを作り始めます。じゃあまずどこまでひだを作るのかっていう目印を作るんですけども、その目印の作り方はこっちの先っちょを持って1周胴にこう巻いて胴1周分を測るんですよ。で、測ったらこの印を持ってこう折りたたむんですけど、そうするとここでちょうど2周分になるじゃないですか。で、この2周分までのところがひだを作る目印になってきます。なんでここに目印としてクリップをつけておいてください。で、ここからそうですね、だいたい私は5センチ幅ぐらいでひだをこう折りたたんで作っていっています。細かく作るとすごく可愛いんですけど崩れやすくなってしまうので、だいたい5センチぐらいの幅で作るとやりやすいんじゃないかなと思います。こんな風に、で、帯が長尺の帯とか長ければ長いほどひだが多く作れてゴージャスに見せることができます。短い帯でも巻く分の長さを工夫すればひだは多く作れるので、で、ちょっとここ分厚くなるんですけどクリップで留めて、そしたらひだが崩れないように優しく手で押さえながら軽く引き締めつつ巻きます。で、ちっちゃめの腰板をここに挟んどくっていう手もあるので一応参考までにお伝えしておきます。帯板入れとくと後ろのひだも崩れにくいですし、ギュッと最後帯締めとかベルト巻いた時にもここ押しつぶされてギュッてなる、なんかそういう微妙なシワが気になるわっていう方とかはここに帯板入れるとすごいピシッと綺麗に見せることができるのでいいんじゃないかなと思います。あとちょっと多めに動く予定の方とかは崩れにくくする防止のために入れるといいんじゃないかなと思います。で、こう2周巻くんですけど、こっち側が後で前になるので前もちょっと飾りとして折りたたんどくと
かっこいいので、まあ、適当に今のところ適当に軽くこう折りたたんで帯締めやゴムベルトなりでまず仮留めします。帯結ばない帯結びにはすごいゴムベルトが便利でおしゃれに決まるのでおすすめです。でこうできたらクリップを外してちょっとめくり上げてこう少し出してこのひだひだをちょっとずつこうずらしながら散らしていきます。でこの時にあんまり引っ張り出しちゃうとボーって落っこっちゃうのでこの押さえてる中心よりもあんまり下に行き過ぎないようにちょっと中心にはかかるぐらいに引き出しておくのがポイントです。やっぱり帯のタレでお尻を隠したいっていう方が結構多いんだなってことを最近情報で知ったのでなんかこの半幅帯を使ったフリルの出し方のやり方だとお尻もちょうど隠せるし私よく子供とかにお尻大きいママお尻大きいって言われるんですけどこの飾り方するとお尻大きいのが逆にちょっと可愛く見えるっていうかなんかこうスタイル的にお尻大きいのがちょっと隠せるっていうかお尻が可愛く見えるっていう感じがしたのでちょっとお尻が気になる方にもすごいおすすめの巻き方ができてよかったなって自分なりに思っているところです。やってみてください。こんな風にフリルを広げたら全部をしっかり持ってグリッと回します。そしたら今度は前のアレンジをします。ちょっとたわんでる部分もあったりするのでこう撫でて引っ張って引き締めながら前のアレンジをします。前のアレンジももう好きなように適当にやっちゃっていいと思うんですよね。なんかもう決まりはないので本当に自分がいいとこれでいいやっていう感じで。はい。そしたらもうゴムベルト。ゴムベルトすごいやっぱりやりやすくて便利なので1個あるとすごい楽しめるんじゃないかなと思います。ちなみにこの帯ベルトはアクシーズファームさんっていうブランドのゴムベルトですごいちょっとアンティークっぽい可愛いデザインのが多くて気に入って使っています。はい、できました。いかがでしょうか。とっても簡単でどんな長さの半幅帯でもできるすごく楽しいアレンジの仕方だと思うのでぜひぜひ挑戦してみてほしいなと思います。ドキモノライフぜひぜひ楽しんでください。これからも皆さんの参考になるような動画を作っていけるように頑張りたいと思いますのでぜひぜひチャンネル登録やいいねボタン押してもらえたら嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。またねー。